トカ,カツオの「トカチャンネル」今回はすごいですねこの大晦日ね、2020年の大晦日ですこれすごいスーパースターですよ日本からするとね4階級を制覇した初の日本人世界チャンピオン、えー、井岡一翔チャンピオンねそして下から追っかける無敗の3階級制覇、えー、田中康生チャンピオン2人は両チャンピオンしかし今回は4階級目のチャンピオンスーパーフライの 現役チャンピオンチャンンピオンに挑戦するチャレンジャーとして3階級のチャンピオンの田中康成選手はチャレンジャーで対決しますチャンピオンとチャレンジャー、まあ、そんな言い方は私は今回させていただきますけどもすごいですね。アマチュアのボクシングで、えー、日本チャンピオン。 そして日本チャンピオンからプロボクサーに転身して転向して、えー、井岡チャンピオンが具志堅用高さんの世界記録だったあ日本記録だった世界チャンピオンになった記録ですね、えー、最短記録9戦目これを塗り替えたのが辰吉チャンピオン辰、ね、吉チャンピオンが塗り替えた8戦目それを塗り替えたのが井岡一翔チャンピオン7戦目ですよ。7戦目で アアマチチュアからプロに転向しして7戦目で世界チャンンピオンこれが日本記録作りましたそれを乗り換えたのが6戦目で世界チャンピオンになった、えー、井上、えー、井上チャンピオンねえー、それをまた乗り換えたのが田中恒成チャンピオン5戦目ですよすごいですね世界記録でも3戦目ですからね3戦目で世界チャンピオンになった、えー、センサック・マースリンっていうタイ,タイのチャンピオンかな。そして えー、ロマチェンコがね、えー、オリンピック2回2回,2回制覇してそしてプロで3戦目で世界チャンピオンになったってこの3戦目が世界記録ですなんと5戦目でですよ田中康成チャンピオンはプロ転向して5戦目で世界チャンピオンあと2つで並ぶんですよ日本の記録も世界記録も近づいてきましたこれすごいですよねこれ作ったのが湯川、まあ、チャンピオンがまず日本記録を作りそして 田中生チャンピオンがそれを2つ塗り替えて日本の5戦目で世界チャンピオン記録この記録机のこの2人そしてえまあ3階級4階級というこの記録を最短で作ってきたのもこの2人だと思うんですねまあまあ日本ではね4階級は初めてですから最高記録ですからこれもすごいですよね4階級誰もいないんですから井岡チャンピオンしかいないんだからすごいこの記録机の2人が対戦。 これはね相当難しいです、えー、たまたまこの間井上チャンピオンのね、えー、マロニー戦はあの7ランドを右ストレートで蹴ようって <laughs> これ当たりましたけどまああれはちょっとまあ実力差もあって分かったのかなと思うんですけどもでも今回はね実力がちょっと接近してるんで4階級シェアそして3階級無敗のチャンピオン。これはちょっと 今、二人はもう、本当に日本で、ね、井上チャンピオンを除いて、トップクラスの実力と思うんですよ。まあ、この二人のスーパーマッチ、すごい日本人が期待していた試合ですよね。これ、難しい。本当に接近してます。まあ、前、あのぶっちゃけチャンネルというね、竹原君、畠山君と富樫君がやってる三人のね。ぶっちゃけチャンネルでは、私は、まあ、引き分けと言いました。 畠山君は、えー、田中生ねチャンピオンそして、えー、竹原君が井岡活動チャンピオン私は引き分けじゃないのって言った後まあうんでも接戦で田中康生チャンピオンかなって、まあ、チャレンジャーかなと思いましたまあいろいろ調べてみて自分の中でまあ想像してですよ井岡チャンンピオンはね 4階級誰も制覇してない4階級を成し遂げたこの自震そしてアメリカへ行ってボクシングスタイルが変わったそれをそれで4階級制覇してますでこの自震要するに足を使ってきた今までの3階級を制覇したとは違った4階級目には打ち合いで取ったこの自震というのはものすごい大きいんですけども今回の試合にはもしかしたらこれがマイナスになるんじゃないかととそれはなぜかというと。 田中生チャンピオンは打ち合いのものすごい強いチャンピオンで一度も負けたことないんですからそういうチャンピオンですよで井岡チャンピオンはアメリカに行って打ち合いをするチャンピオンになったその打ち合い同士でやったんではこれは田中恒生チャンピオンチャレンジャーの方がやはり有利じゃないかと思うんですよねで井岡チャンピオンがクールに「イやー。ー やはり防衛する方が先かな俺のファンは心配させたくないから防衛する方が先かなと思って足を使っててもいいから勝ちに回ったら勝とうとしたらおそらく勝てるかもしれないでもアメリカ行った打ち合いの得意になった打ち合いが面白いと思って実力差を見せてあげよう、まあ、記者会見見てたらねいや実力差を見せますよ見せつけますよみたいな感じで言ってるんで打ち合うかもしれない。 これ打ち合ったら田中康成チャンピオンの方が絶対強いですよ。無敗で上がってきてますからこの無敗というのは半端じゃないですよ。えーまあ、日本の、ね、世界チャンピオンすごいガッツのある世界チャンピオンたちにも勝ってきてるそして今回の立場として4階級制覇の世界チャンピオンと下から追っかけてくるチャレンジャーこれチャンピオンとチャレンジャーというのはやはり少し精神的には違いますよね。 チャンンピオンは守る方下から上がってきたのは破れかぶれで勝っちゃい,い負けてもともとで上がってきますから気持ちとしては思いっきりこれますね四4階級を制覇したチャンピオン自分のタイトルを守りたい少し守るというのは攻めてる時よりも実力が少し落ちますそうするとこの対決どう見てもまあ後半になるでしょうおそらくね わかりません。私の想像でいろんなことを想像していろんなことをプラスしてアマチュアの経験も世界戦の経験もダウンの経験も入れながら想像したとしたらおそらく後半に田中康生チャンピオンがどん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 押し上げて井岡チャンピオンは足を使い出してでも足を使い出した ところが遅くて前半打ち合って中盤も打ち合っかもしれないでも急に足を使うとしたらそれはうまくいかないと思うんですよね作戦は途中で変えてもすぐにはうまくいきませんそれを打ち破る田中高生チャンピオンは突き抜いてくると思うんでおそらく後半十二ラウンド TKO で田中高生チャンピオンが 新チャンンピオン4階級を制覇すするんじゃないいかと思いますもちろんこれは私のね主権ですからうまさは井岡チャンピオンしかし勢いとダウンもしながらね経験打ち合いの経験得意な経験を生かして上がってくるこれ得意なものに得意な井岡チャンピオンを切り替えて打ち合ったら絶対負けますはいだから打ち合いで来るんだったらば 田中生チャンピオンが最終ラウンド KOTKO KO で勝つ、えー、まあ逃げ切れるだったらは岩川チャンピオンが後半足を使って逃げるでもそれまでにポイントとらえてたら田中恒成チャンピオンだからうん <laughs> <laughs> まあまあ実力は接近してるんですけども12ラウンド TKO で田中恒成チャンピオンが新チャンピオン4階級達成するんじゃないかと。 私は思います。ただ二人は僕あのあった私はねあったことあるんですけど、とっても高青年です。本当にあの気持ちいい挨拶もしてくれてあのなんか爽やかなこうイメージがありました。二人とも会ってますけど本当に素晴らしい人間としては素晴らしい高青年だと思います。ただこれ勝負になるとねお互い先輩後輩記録づくめ。 4階級無敗そういうプライドがあるでしょうからこれは相当面白い戦いになると思います前半からこれは目が離せないいと思いますヨーカーチャンピオンの私が一番心配しているのは打ち合うこともそうですけども体を作ってないこれ体重が無理やり上がってきたのかなってまだちょっとダブッとした感じであの4階級目見た時は足はも,う、ね、もちろん動きはいいんですけど。 体がダブッとした感じで上がってきてるっていうのは心配の一つですよね田中恒成チャンピオンはしっかり筋トレをして、ね、体ができてもう落とせないから上のクラスに行こうって上がってきてる、えー、夢の4階級は制覇しようとして無理やり上がってきてるヨーカチャンピオンとの体つきが違うここがやはり打ち合いに強い田中恒成チャンピオンじゃないかとまああくまでも私の主権ですよ。えー テクニックの井岡一翔チャンピオンかパワーと打ち合いの天才で上がってくる挑戦してくる田中恒成チャンピオンかこれは想像がすごく難しいんですけどもまあファンの意見でももう6四4ぐらい井岡チャンピオンが 6−4、えー、田中恒成がチャンピオンが 4, あ 4, 4、ね、どっちもチャンピオンになる可能性はある防衛する可能性もある。 まあでも私はこの勢いと体つきと自信のいろんなものを混ぜ合わせて田中恒生チャンピオンがチャレンジャーが12ラウンド TKO で最後は勝つんじゃないかと思います。じゃあ井岡選手の、ね、井岡チャンピオンのいいとこを振り返りましょうか。 井岡選手のいいところはやはり足の動き、ね、速いですねでテクニックねいろんなテクニックを持ってますパン,パン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 っていうまあ避けながら防防ョもまあまあいいしねスピードもある井上尚弥チャンピオンを除いては井岡ズトチャンピオンが今は一番ねテクニック歩くと言われてますよねまあある,あるでしょうコンビネーションがいいしねパン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 ってボッてパン打ってね スピードがあるで足の速さがあるテクニックがある今までの4階級を制覇してきた強さはこの3つがかなり生きてますあのまあ経験なのかすごく落ち着いてねボクシングをやりますよね試合の組み立ても上手いまあその辺は強みですね4階級を制覇した強み田中高生チャンンピオンの強みは、 えー、チャレンジャーの強みはやはり無敗で上がってきたね。この無敗というのはすごい自信でしょうね。俺は誰にも負けてないんだという、えー、ダウンはしてます。まあダウンしてない方が逆に怖いですよね。ギャンをダウンして跳ね返して帰ってきてるという自信もある。そして、えー、まあ下から上がってきた。これ体重が苦しくて上がってきてます。でもちろん体も鍛えてますけどもあの。 上に上がったからちょっとスピードが落ちるんじゃないかとかえ心配も多少してたんですけどもこれ逆でした最近の,あの練習を見てみるとえ要するに減量しすぎて体重ねスピードが落ちたスタミナ落ちたじゃなしに逆にスピードが上がってますねこれ。ということはスーパーフライが一番合ってる階級なのかもしれません。これまあ本人もも言ってますけども 一番調子がいいと今まで減量できつかったから自分の実力を全て出せてなかったって言ってるんですよ。それで無敗で上がってきてるんですからこの言葉を信じるならばこの一番スーパーフライという体重が自分に合って最高のスピードを出せたいや実際に本当にあの練習がすごいスピードえこれ早ましたろって思うぐらい僕は思ったんですけどそれぐらいスピードが出てきてます。ここれはすすごいですよこのクラス一番 いい,いい動きかもしれませんね、この中で世界チャンピオン、世界一位はね、田中恒成チャレンジャーかもしれませんよ、えー、田中恒成チャンピオンがね、えー、チャレンジャーがこう、猛練習してますすごいスピード、そしてすごいスタミナつけるために、12ラウンドのミット打ち、すごいスタミナつけてますね、これもう、絶対打ち合いで負けない、打ち合いで勝つぞっていう。 この気合い半端じゃないですね。イオカねチャンピオンが出した画像でね、えー、チャンピオンになればこんなモテるんだよっていう周りに女性をねあのハメらかしてこう撮ってますけどね。えー、まあ、確かに世界チャンピオンになると本当に、えー、女性からねキャッキャ言われてねモテるんですよね。まあいろんなパフォーマンスをしてくれるのはやっぱり素晴らしいと思いますよ。あのなんだこんなチャラチャラした画像見せやがったって言うけど。 やっぱり中にはね「おおチャンピオンになりたいなこんな,こんなにモテるの?」とかさこんなに日の目を見るのとかあ,あとこう、ね、挑発して「いや田中恒大選手とは実力が違うから実力の違いを見せつけますよ」まあこういう発言もね確かに世界タイトルとしては面白いじゃないですか。えー、いや僕いいい試合で勝ちますっていう、まあ、優等生ぶりよりよも まあどっちかがねこういう発言するのもまあ海外では特にウケるんですけどもまあ日本では生意気なっていうこともあるんですけどまあまあ最近の盛り上げとしてやっぱりこういう挑発同士が面白いんじゃないですかこれもねえ打ち合いと同様アメリカで覚えてきたねパフォーマンスですよね試合がこれどんどん盛り上がってくるんじゃないですかえ31日ねこの2人の対戦4回球目の対戦が「ぶっちゃけチャンネル」ね 竹原君畑山君戸賀志君がやってるチャンネルでも生中継しますぜひ見てください